い、どうも皆様おはようございます。毎度おなじみの女神の釣り行かれへんわですが、今回は愛媛県の方に、瀬戸内側ですねの方にカレイを狙いに来ております。大型のカレイを一応狙っとるつもりではおるんで、皆様ご期待に添えるような釣果になればいいと思うんですが、今から頑張っていきたいと思います。現在の時刻は、はい、6時50分ということでね、はい、ちょっと昼前からこう風が吹き出して、ちょっと状況が悪くなる一方なんで、午前中にちょっとこう勝負を決めたいなと思いますんで、皆様ご視聴よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあやろう、さあやろう、頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう、おーい、おーい。というわけでございましてね、こんな状況になっております。釣り場は、いい感じですね。いい感じのロケーション、いい感じのロケーションですけどね、夜も明けつつある状況で、4本の竿を今投げ終わったところなんですけど、はい、果たして釣れるかどうかですね。釣れるときはね、すぐ釣れると思うんですけどね、ちょっと今から頑張ってみたいと思います。お、来た、なんか当たりましたよ。お、当たっておる。早速なんかの当たりっすね。おー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 、ちょっと巻いてみましょうか。よっ、こらやったんちゃうか。さあ、なんでしょうね。結構な一投目、一発目から大きな当たりですけど、なんか重たい魚がついておりますよ。何がついとんでしょうね。マルセイゴの16号なんでね、ハリはマルセイゴ、ガマカツマルセイゴ16号、何が釣れとるか期待ですね。おーおーおお、めっちゃ締め込むな。おお、すごいな。こんなん釣れるって聞いてないぞ。なんや、おお、白い、白いって何や。白いって何や。あー、やったな、いきなり。よいしょ、せーの、よいしょ、いきなりやりましたよ。なんか下道ですけど、いきなりこんなん釣れましたけど、今日はなんせ時間との戦いですからね。はい、30、はい、36センチ、36センチのマダイゲットです。これ回収しちゃった。これね、なんかついとんか、なんかついとるな。なんかついてました、これも。あ、またタイヤ。可愛らしいけど、ちょっと中途半端なサイズ。はい、23センチ、マダイ。これ青に食いましたね。あ、ちょっと微妙なサイズやけんな。はい、ちょっと放流したいかな。放流、バイバイ。マダイが入れぐっとります。こんな状況は想定しておりませんです。縁か悪いんかやな。他の磯ベラとかあの辺の猛攻に合うよりかは嬉しい悲鳴なんかもわからんですけどね。餌の方がね、今日は上張りに本虫をこき上げて、餌取り対策に下にこの、塩本虫つけております。魚神特製の塩本虫です。下張りには、上にちょっと本虫を生のをつけて、下に青を3、4匹房掛けという、こういう大体いつものスタイルですけどね。こんな感じがこれでやっております。
流れがそこまでないな。なんかあんまりあれやな、釣れそうな感じの、釣れそうな感じはないな。今日の干潮が8時ぐらいやったかな、8時ぐらいやったんで、まあその前後にまあ地合いがあるんでないかな。まあここでも基本この満潮の一番潮の高い時に結構実績があるところなんでね、その辺でちょっとまあ食わんかったら厳しいかないう感じやけどな。ちょっとご覧の通り風がめちゃくちゃ強なんで波もちょっと荒れてきたので、このポイントはちょっと危険かなと判断いたしまして、今からちょっと移動を観光いたします。まあ早いうちの移動がね、多分こういうカレー釣りにとってはきちっと出る時があると思うんで、まあ身の安全を確保しつつ、やはりね、安全第一ということでね、はい、まあ、ちょっと移動して風浦の方へちょっと行ってみたいと思います。じゃあ行くぞ、ということで移動してきました。初めて来る謎の海岸ですけどね、まあ釣れるかどうかはちょっとさておきですけど、まあ風正面から吹っ切るけど、まあ釣りにならんことはないから、ここでちょっとやってみようかなとも思います。釣れるんでしょうかね、もう不安しかないわ。波なんか当たりなんかもう分からへんしな。ねえ、さ、釣れん、全然釣れん、移動じゃ移動じゃ、もうなんかな、潮が全然流れんもんな。やっぱ流れんところはダメだって、流れるところ行かないかんな。こういう砂浜やけど、ちゃんと潮が流れる砂浜でなかったらいかん。流れん砂浜では全然勝負ならんがな。と、私は見ましたね。これ来たんちゃうか？これは来とるで。何が出てくるかな、頼むぞ頼むぞ、カレーでも買ってくれ、頼む頼む、カレーカレーお願いします、カレーお願いします、カレーお願いします、お願いします。浮いてこんぞ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 、浮いてこないよ浮いてこないよ、浮いてこ浮いてこ浮いてこんぞ、めっちゃ締め込む、ここで締め込む、なんやこれ、やった、抜き上げれるかな、よいしょ、あ、うそ、あー、
竿を持ってくれ、竿を持ってくれ。取れた。俺上がれんだけど、ちょっと待てよ。よいしょ、やったやりました、大枯れ切れました下でなんとか取りました。これ何センチあるんやろ、でかいな。38センチ。最後の最後、終了間際、もう餌がもうほとんどない状態で一つやりました。やりました、奇跡のカレー一枚。朝6時50分ぐらいからスタートして、現在、あら携帯がない。うわーすごいですね。だこれ料理にやらされるんだ。現在の時刻4時35分でございます。4時40じゃないの、あ、違うか、これ現地のやつか。抜き上げ時にね、これ切れるっていうハプニングございましたけど、これこれ切れて下に落ちたんですけど、なんとか玉網で救えましたよかったっす。やりましたよ、やっとやりましたよ。ええ当たりやったっす。ええ当たりでした。ありがとうございます。おっちゃんがおらんやったらすぐ来たなはい、というわけでございましてね、一つやりました。慈愛かな、燃えさないのに、燃えさないのに慈愛やなこれ。はい、というわけでございまして、もう今時間が5時を回りまして、かなりねもう薄暗くなったんで、もうこれでエンディングとさせていただきます。まあちょっと、もうちょっと粘ればね釣れるかもわからんのですけどね、やっぱ枯れて慈愛のもんですね。結構ねさっきもあの当たりいうか、まあかかっとって手前でバレたんですけどね、なんか今日はもう精彩買い取るっすわ、ほんまにちょっとダメな日ですね。まあなんとかね一つものにできたんでね、はい、今週は、こんな感じでやっておりましたけど、皆さんのご視聴ありがとうございました。